バイトするか。バイトって、どんなんだよ。うん。潜入捜査だ。おいおい。冗談だろ。これ。潜入捜査？うん。まあ、というと大げさだがな。ある書類を届けてほしい。おい。なんだその運び屋みてえな仕事。俺は犯罪の片棒は担がねえぞ。バカ者。犯罪なわけないだろ。届けるって。どこに？会社だ。会社？それは、普通の会社？もちろん。調べたら普通に出てくるぞ。そう。その会社の人に書類を届けるいいのか。うん。黒いというやつだ。黒いね。そんだけ？届けて終わり。うむ。まあ、正直誰でもいいんだがな。俺は極力外に出たくないのだ。ないのだ、じゃねえんだよ。あんたろうか、お前。まあでも、そんだけな。普通の会社なんだろ。そうだと言ってるだろ。しつこいやつだな、お前は。わかったよ。これのどこが普通の会社なんだよ。本当に大丈夫なんだろう。てか、高校生が入っていいの？マジで。うわぁ、天井高え。あ、すいません。はい。本日はどういったご用件で？あ、はい。その、黒井って人に書類届けに来たんですけど。黒井ですか？あ、はい。黒井さん。すいません、黒井さん。失礼ですが、名前を。あ、すいません。須藤です。須藤。多分連絡入ってると思うんですけど。申し訳ありません。こちらには何の連絡も入っておりませんか？え？はい。そんなことないと思うんですけど。いえ、こちらには確かに入っておりません。いや、マジっすか？はい。連絡を入れておく。あんなやろ。後で殺す。くっそ。序盤で罪じゃねえか。あ。いいか。この書類はな。この会社の会長と今後について。は。黒井さんに、その書類を持ってきたと、言っていただければ。少々お待ちください。わかりました。須藤様、社長がお会いになるそうです。え、社長？はい。いや、社長っていうか黒井さんに会えればいいですけど。ですから黒井社長がお会いになると。黒井社長、どうぞこちらに。社長、失礼しました。40回。どうぞ。あ、では失礼いたします。失礼します。君が須藤君か。あ、はい、須藤です。わあ、迫力ある。で、その書類というのは？あ、はい、これです。うん、じゃあ、僕はこれで。うわあ、マジか。え、ないわ。ほんとあの人ないわ。あ、須藤君、残念だがこの書類を受け取ることはできない。あ、わざわざご苦労だった。え、いや、話は以上だ。いや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 、困るんすけど。ん？いや、そのこっちはバイトなんで受け取ってもらえないと困るっていうか。そうか。まあ資本社会で生きてる以上お互い何かしらの事情があるんだろう。はあ。だがその書類を受け取ることはできないんだ。悪いね。ええ、そんな。ああ、忘れてた。ねえ、まだなんかあんのかよ。いや、もし黒いがダダをこねたら、今送った動画を見せろ。は？動画、LINE に送った。いや。え、黒いって子供なの？ん？いや、普通におっさんだろ。じゃあ大丈夫だろ。なんでダダって。子供かよ。受け取らないよ。私は絶対に受け取らない。受け取らない。マジかよ。じゃあ、そういうことだから。あ、なるほど。まだ、何かあるのかな。あ、はい。その、動画を、あなたに。動画？はい。それを、見てもらえば。え、泣いてんの？わかった。その書類は受け取ろう。え、あ、マジっすか？あ、じゃあ。うん。じゃあ、僕は、これで。ああ、君。はい。ボスによろしくと伝えておいてくれ。え、ボス？うん、ご苦労。うん。無事渡せたようだな。うん。何
なんとか。うん。ん？なんだ。いや。え、お前ってあの会社の何なの？うん。いや、奴感しかねえ社長がボスによろしくとか言ってたけど。ああ。会長だったんだよ、あの会社の。あ、もう辞めたから、さっき。その胸を伝える書類だ、あれは。え、お前って社長だったの？いや、だから会長だって、会長。マジか。やべえな。うん、まあな。靴でも舐めるか。いや、一気にやなやつ。権力なんかにかけてたまるかバカだろ。うん。よし、行くぞ。あ、事務所。事務所？え、今ので終わりじゃねえの？バカなの。またあるに決まってるだろ。マジかよ。よし。事務所って、何の事務所だよ。うん。ヤクザの事務所だ。